開寺は、東京駅、新宿駅甲府駅、竜王駅間を中央本線経由で運行する、東日本旅客鉄道の特別急行列車である。本校では、浜か、伊地などの臨時列車のほか、中央本線の東京駅甲府駅間の区間優等列車の遠隔についても記述する。1961年10月1日に、新宿駅甲府駅間で、準急。 開示として運転を開始した。1965年10月1日に名称をアルプスに変更し一度廃止されたが、同年12月に新宿駅松本駅間を中央本線、篠ノ井線経由で運転する急行列車に再び開示の名称が使用されるようになった。1980年代後半になるにつれ、定期列車の本数が減少し、 1986年11月1日に再び廃止された。その後、1988年3月13日に特急、あずさのうち甲府駅発着列車を開示として分離し、現在に至っている。2020年3月現在、定期列車は以下の12往復が運転されている。基本的に、 新宿駅甲府駅間を約1時間間隔で運行されているが、一部列車は運転区間を延長し、東京駅や竜王駅発着で運転されている。運行区間が重複する特急、あずさと比較すると停車駅が多く、所要時間が長い傾向にある。長らく、あずさとのご乗車や指定席券発券時の動きを防止するため、 列車の号数は101から124号が不満されていたが2019年3月16日のダイヤ改正により1から24号に変更された。しかし、翌2020年春のダイヤ改正で、あずさと号数が統一され、2019年時点での開示2号、あずさ2号、あずさ4号、開示4号は、開示2号、あずさ4号、あずさ6号。 開示8号と再度変更となり、最大の号数は下り、開事59号である。このほか多客機には、臨時列車も運転されている。新宿駅は、基本的に、中央線特急専用ホームである9.10番線に、発着するが、一部列車は、快速列車のホームである7.11番線に、到着する。駅は、原則2番線から発車し、 原則として一番線に到着する。2020年3月現在の開示停車駅。過去の使用車両特別企画乗車券として、本列車群のみ、使用可能な4枚綴りの回数券である開示、料金回数券が通年発売されていたが、あずさやスーパーあずさにも利用可能な中央線料金回数券の発売開始に伴い、2009年9月末をもって、 廃止された。その後、2019年春のダイヤ改正以降、座席未指定権制度による全車指定席制に移行するため2019年春のダイヤ改正をもって中央線料金回数権の廃止が発表された。183.189系、浜海寺、浜海寺は、1996年4月27日から土曜、休日に、 横浜駅松本駅間を東海道本線、横浜線、中央本線、篠ノ井線経由で運転されていた臨時特急列車である。下り列車が朝、上り列車が夕方の運転であった。横浜駅周辺から中央東線沿線への旅客を意識したダイヤだったが、1998年から一時は朝の上り及び夕方の下り列車を加えたに、 往復運転されていた。二往復運転されていた期間のうち、二号及び三号は1999年7月から2001年9月に、根岸線磯子駅、2001年10月から2002年11月には、横須賀線鎌倉駅を横浜側の奇襲点としていた。当初は甲府駅発着だったが、1998年7月4日から松本駅まで、 運転区間が延長された。2019年1月3日を最後に設定がなくなり、同月18日に発表された2019年春季臨時列車の一覧日本列車は記載されなかった。理由としては、使用車両の185系200番台の老朽化、2019年からの中央線特急施策の変更、横浜駅京浜東北線ホーム及び、 横浜線内各駅へのホームドア設置などが挙げられる。なお、八王子松本間は工述するあずさ74.75号が、浜海寺のダイヤを、ほぼ踏襲して運行されている。停車駅横浜駅新横浜駅、町田駅橋本駅八王子駅、大月駅炎山駅山梨市駅、伊沢温泉駅甲府駅にサキ駅、小淵沢駅富士見駅地の駅大城諏訪駅、 シモスは駅をかや駅、塩尻駅、松本駅、使用車両、編成、新州会寺は、新宿駅、松本駅間を中央本線、篠野井線経由で運転されていた、臨時特急列車であった。浜会寺の八王子伊勢のダイヤを、ほぼ踏襲する、臨時特急として、あずさ十四号、五十五号があったが、二千十九年三月の、ダイヤ改正で、山梨県内の延山、山梨市、 伊沢温泉駅に停車する特急には、あずさの愛称を使わなくなり、臨時、開示として、松本駅まで延長運転という形になって、新州会維持の愛称が付けられた。この名称は2019年春時点では、副列車名となっていた。その後2020年3月のダイヤ改正により、山梨県内の沿山、山梨市、伊沢温泉駅に停車する。 アズサが復活したことから2020年3月14日以降は、東臨時列車が同時刻で運行される、アズサ74号75号に解消した形となった。なお、当列車は2019年2月22日に運行開始が発表されたことから、JR 時刻表2019年3月号と JR 時刻表を 情報を元としている JR 東日本公式ホームページの時刻表には2019年2月26日時点では掲載が見送られていた。停車駅、新宿駅、立川駅、八王子駅、大月駅、炎山駅、山梨市駅、伊沢温泉駅、甲府駅、稲崎駅、小渕沢駅、富士見駅、地の駅、大城諏訪駅、下諏訪駅、岡谷駅、塩,駅塩尻駅、松本駅、使用車両。 編成253系、武蔵野開示、武蔵野開示は、大宮駅甲府駅間を、東北本線、武蔵野線、中央本線経由で運転されていた、臨時特急列車である。2014年9月27日から運転を開始した。停車駅使用車両、編成、千葉開示は、千葉駅甲府駅間を、総武本線、中央本線経由で運転されていた。 臨時特急列車である。2016年6月4日から運転を開始した。停車駅使用車用、山海寺は立川駅小淵沢駅間で運転されていた臨時特急列車。下り列車のみの設定で、上り列車の設定はなかった。2018年は7月28日、8月4日、11日、12日に運転された。立川駅を 早朝の5時台に出発するため JR は日帰り登山に便利な特急だとしていた。なお、沿山駅にあるニューデイズキオスク沿山駅店は山海寺運転日の未到着時刻と同時に開店していた。停車駅使用車両 183K アズサショク、開寺。ありがとうございます。